卸の北の海、私には戻る胸もない、戻る戻る胸もない。もしも死んだらあなた、あなた泣いてくれますか。寒い心寒い悲しい取る。
昔に戻る。恋は女の命の花よ。この唇
いけ、ウルトラマンビーム、ウルトラマンビーム、ウルトラマンビーム、負け。ごめんなさい、はいはい、ごめんなさい、はい、はいはい、ごめんなさい、ゆうべもずっと今日ファンの皆様にどんなことをどんな言葉でお別れしたらいいのかずっと考えてまして、でもいい言葉が見つからなくて、だから今日は言葉じゃなくて一生懸命歌おうと思って、だけどダメでした。でも本当に15年間私幸せでした。こんなに皆さんに温かく支えてくださいまして本当に歌手になれてよかったと思ってます。森まさ子という名前は、歌い手はピリオドを打ちますけれども、これから森田まさ子、森内まさ子として、一生懸命努力してまいります。ありがとうございます。本当に私本当に歌手になってよかった。森まさ子という歌詞を作ってくださいました作詞作曲の先生方、そして今日まで支えてくれたスタッフの皆様、そしてファンの皆様、最後に両親にこの世に私を授けてくれて心からありがとうって父と母にありがとうって心を込めて言わさせていただきます。これから歌います歌は、私が歌手になって本当に良かったと思える2曲です。越冬つばめ、そして阿久先生と遠藤実先生にとてもいい歌を作っていただきました。さようなら、この2曲聴いてください。
無駄にするなと、しぐれの宿で背を向ける人、報われないと知りつつ抱かれ、飛び立つ鳥を見送る私、季節背いた冬のツバメよ、吹雪に打たれりゃ寒かろに、爪の先ほども望んでません、絡めた小指互いに噛めば、あなたと痛み分け合えますか、燃えて燃え尽き冬のツバメよ、泣き殻になるならそれもいい、
で、あなたにあなたに真心で、さよなら、さよなら。さよなら。思い出二度三度打ち震え、哀れと感じる人の思い出に、さよなら。あなた一人にかけた恋、愛の言葉を信じたの。あなた、
私は24時間テレビで一つの感動を体感してきました。24時間テレビの感動は自らが成し遂げた感動です。その後に今度は受け止める感動で体が打ち震えています。森まさ子さん、本当にありがとうございます。僕とあなたは年齢にいたしましても20以上も違います。でも本当にまさ子ちゃんに会えたことが僕の人生の中でやはり大きな感動の一つに今日結びつきました。歌声の中で幸せというニュアンスの言葉が出てまいりますと、彼女はその喜びをかみしめと同時にファンの方にすまないと言ったような気持ち、それが右目と左目からつぶらな涙となりまして、流れるがごとくこう伝わりました。雅子ちゃんはそういう人だと思います。あの涙を見て森雅子が歌手といたしまして15年間の季節を踏んで今幕を閉じることを許せるような気がいたしました。いや、むしろ本当の意味でおめでとうございますと言えるような気持ちになりました。さようなら雅子ちゃん、さようなら森雅子、ありがとう。